一番くじ。僕のヒーローアカデミア。石が3月10日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回730円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら5万8400円になります。A 賞は緑合づくのフィギュアです。終焦突入。緑合づく。雄栄を去る。その勇姿を完全フィギュア化。 当選確率は80分の2で2.5%です。B 賞はイズクミドリ屋のフィギュアです。終章突入。緑イズクマスクスタイル。その融資を完全フィギュア化。当選確率は80分の1で1.25%です。C 賞はオールマイトのフィギュアです。緑イズクを優しく見守る。1番9時初フィギュア化。オールマイト。集結。 当選確率は80分の2で2.5%です。D 賞はエンデバーのフィギュアです。威厳のあるその佇まいはナンバーワンの証。エンデバー。集結。当選確率は80分の1で1.25%です。E 賞はホークスのフィギュアです。翼を休め、次なる作戦に備える。ホークス。集結。 当選確率は80分の1で1.25%です。F 賞はベストジーニストのフィギュアです。ナンバースリーヒーロー。堂々復活。ベストジーニスト。集結。当選確率は80分の1で1.25%です。G 賞はクリアファイルセットです。アニメで活躍中のキャラクターをデザインしたクリアファイル2枚セット。 キャラカラー足すモノクロで大人っぽいデザインに仕上がっております。当選確率は80分の26で32.5%です。H 賞はビジュアルタオルです。アニメ6期で活躍中のキャラクターをデザインしたタオル。サイズは2タイプ。お選びいただくことができます。当選確率は80分の26で32.5%です。相性はラバーチャームです。 アニメ6期で活躍中の全獣キャラクターをデザインしたらバーチャーム。お手持ちのバッグや小物等のアクセントに。当選確率は80分の20で25%です。ラストワン賞は、伊豆くみどり屋のラストワンバージョンのフィギュアです。終章突入、みどり屋く。マスクスタイル、その勇姿をメタリック彩色で完全フィギュア化。 以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。